甲賀市では環境に優しい都市の実現を目指し、環境の保全・創造に高い水準で貢献し、顕著な功労・功績のあった個人・事業者を表彰しています。平成22年度第4回福岡市環境行動賞最優秀賞受賞、株式会社博多大丸のご紹介。今回ご紹介するのは株式会社博多大丸です。徹底したゴミの減量・リサイクルの取り組みなどが評価され、平成22年度に第4回福岡市環境行動賞の最優秀賞を受賞しています。また平成15年2月には ISO14001 の認証を取得しています。博多大丸では一般ごみのリサイクルの見直しなどを中心に取り組み改善を行った結果、 90% 以上のリサイクル率を達成し、1日の最終的なごみの量は5から7袋程度になっています。その秘密はどこにあるのか見ていきましょう。各階にごみ分別ボックスを設置し、従業員がここで7種類のゴミに分別していきます。7つのゴミはその後地下のゴミ置き場へと運ばれます。ここで一般ゴミの中に混ざっているプラスチックをさらに分別します。分別したプラスチックは固形燃料としてリサイクルされます。飲食店や食品売り場などから出る食品残渣のリサイクルも行っています。ビニール類や箸、爪楊枝などが混入しないように分別を徹底して行います。店舗で分別した食品残渣は各店舗の従業員が直接地下に運びます。地下には計量器があり、自分のお店のボタンを押して食品残渣の量を測ります。計量を終えると冷蔵室の中に入れて種類ごとに分別して保管します。一時的に冷蔵室に保管することで悪臭や害虫の発生を防ぎ、衛生的な環境を保っています。その後、食品残渣は民間のリサイクル工場へ搬送され、主に飼料としてリサイクルされます。このように徹底した分別を行うことで、1日の最終的なゴミの量を5から7袋程度に抑えることができるのです。また大丸では新入社員に対して環境に関する研修の時間を設けるなどの社員教育にも力を入れています。就業時には大丸の環境方針を記載した環境ポケットマニュアルの携帯を義務付け、環境問題への意識を高めながら業務に臨めるように工夫しています。この他にもペットボトルキャップを収集し、ポリオワクチン購入資金として寄付する活動も実施しています。博多大丸のゴミ減量とリサイクルの取り組みはいかがでしたか。徹底したゴミ減量とリサイクル、そして社員教育、参考にできるところがあったのではないでしょうか。皆様もぜひご検討ください。